こんにちは、スタッフの石橋です。石橋さん、今日なんかいつもと違いますね。すごい平らでというのはですね、ちょっと12月、カフェテナンゴ深沢店でちょっとしたイベントをやっていこうかなということで、その小道具になっております。喋ってる風に揺らしてみてます。すいません、気持ち悪いいつもの石橋さんにチェンジしてもらいましょう。はい、チェンジしてください。タイミングタイミングです、はい、そうなんです。イベントをですね、やっていきたいと思ってまして、はい、今結構新豆があのお店に続々到着している中で、はいはい、まあ皆さんやっぱり新しい豆が届いたらそっち飲みたいなっていう方が多いと思うんですが、はい、カフェテナンゴまだまだあの新豆以外の美味しい豆がたくさんあるんですよね。そうですね、はい、まだ去年収穫のものもまだまだ美味しい豆がいっぱいあって、はい、ネットでこうなかなか注文が入らなかったりすると焼く機会がなかったりして、はい、飲む機会もちょっと少ない豆とかもあるんですけど、元気な豆たちがいっぱいまだあります、はい、そこでそういうちょっとこう新豆とかに埋もれた豆を掘り起こそうということでそうですね、はい、個性が強すぎて、そうなんですよね、どんどんこうどんどん強いやつが来ますからね、はい、なのでまあスタッフ個人個人がこう気に入った豆とか、はい、これアピールしたら売れるんじゃないかっていう豆を、はい、一人一つちょっとお気に入りをプレゼンして、深沢店で、1週間ですね、期間1週間ごとに売っていこうというイベントになります。はいはい、トップバッターが石橋さんということですね。そうです、はい、12月の1日日曜日から1週間はまず私がトップバッターで、はいはい、でその次がスタッフ山際、その次が小島、はい、で大鳥を務めるのが入江です。はい、はい、重要ですね、そうですね、大鳥。本当ですか、重要ですか、はい、一番最初から大事だと思います。トップバッターも緊張してるんですけど。そうですよね。はい。そうですね。で、店頭で、この先ほど、はい、ポップが、はい、一緒に並ぶと。石橋アバターです。そうですね。はい、分身が出来上がっております。はい、さあ、もうここには豆の名前まで出ちゃってます。はい。はい、私が。はい。紹介する豆は、はい、じゃじゃん、ホンジュラスパテプルマ農園です。いはい、まあ、皆さんご存知の豆だとは思いますが、去年のホンジュラスの COE 入賞ロットでございます。はい、はい、久しぶりですね。そうなんですよ、だいたい1年前ですかね。そうですね、約1年前、去年の年末ぐらいに新豆が入荷して、バッグ袋とかにこう入りながらちょっと頭角を表し、2月頃結構第一次ブームが来てましたね、スタッフの中で。はい、パテプルマうまいみたいなブームがあった中で、まあそうですね、今ちょっとね、今ちょっと下火になってます。そうなってますそうなんですよ、だから焼く機会がなかなかなくて、やっぱ1年経つと豆もちょっとこう元気なくなってきちゃったりして、ちょっとこう枯れっぽい感じとか出てきたりする豆もあるので、ちょっと心配してたんですよ。パテプルマ大丈夫かな、ちょっと焼きたくてしょうがなかったので確かめたくてパテプルマにしました、はいはい、なるほど。なので今日ちょっと今朝焼いたんですけど、はい、めちゃめちゃ元気でした。お、はい、いいですね。元気というか、1年こうかけて生豆が、はい、なんですか、熟成じゃないですけど、こう寝かされてよりこう厚みが増した感じを正直感じましたね。ということはフレーバーが前よりも良いということですね、はい、良いですし、なんかこうちょっと大人なパテプルマみたいな落ち着いた感じもありつつ、でもすごいあの前からあるトロピカルフルーツとかピーチとかマンゴーとか、すご
ごく綺麗なフレッシュなフルーツ感もありという感じで、もう期待を裏切られなかったのですごいホッとしてます。なるほど、はい、ちょっとドキドキしたんですけど焼き上がるまでそうですね、はい、というところでやっぱり豆はすごいしっかりしてるんで、ちょっと綺麗に火を入れて透明感が出るように意識して焼いてみました。ちょっと飲んでみていいですかね。どうぞ、はい、どうぞ。今日はちょっとフレンチプレスを使って入れてみました。パテプルマの旨味がこう凝縮してるコーヒーだなっていうイメージがすごい強くて、なのでまあその旨味がダイレクトに感じられるフレンチプレスで入れました。いただきます。美味しいです。おー、はい、美味しいです。いいですね、はい、品種がパカス種っていう品種で、はい、パカマラ種っていう大きい粒の親にあたる品種で、そのやっぱパカマラの大粒のフレーバーっていうのはパカスから来ているんだなっていうのがすごい感じられるコーヒーになってますね。ダークチョコとかピーチとか、そういういろんなこうフルーツとチョコレートの味わいがギュッと詰まった大人の味わいのコーヒーかなというのが私のイメージになっています。はい、はい、なので大粒ファンの方もぜひ楽しめるコーヒーになってますし、普段ね大粒飲まない方でも楽しめるコーヒーになってますので、はい、はい、パテプルマは、12月の1日日曜日から7日の土曜日まで1週間販売しますので、はい、近所の方はぜひお店にいらしてください、はいはい、お持ち帰りとか店内でもコーヒー飲めますので、はい、もちろんネットショップからご注文お待ちしております。はい、そうですね、ネットショップは常時実は売ってます。そうなんですよ、はい、皆さん探してくださいパテプルマ、はいはい、それでは今回のイベントぜひ皆さんご活用ください。はい、石橋でした。さよなら。さよなら。